甲信神社のしだれあかしで甲信神社のしだれあかしでは東京都西多摩郡日の出町奥野の甲信神社境内に生育するしだれあかしでの古木である。推定の樹齢は通説では700年と言われ、1942年に国の天然記念物に指定された。カバノキ科の植物としては2013年9月、現在の時点で唯一の国指定天然記念物であり、 枝がしだれる証ではこの木が日本でただ一本のものとされる。近年になって受精の衰えが問題視されたため、日の出町では平成20年度から平成22年度の3カ年の間に国庫補助事業として受精回復調査を実施した。日の出町教育委員会は2011年に受精回復調査報告書を発行している。神社は 1335年の創建と言われる。山城国の出雲寺行進者を誕生して、行進大大庭と称したといい、室町時代の文安年間から戦国時代に入った永六年間の頃に社殿が再建され、明治2年に行進神社の名称となった。山道への入り口付近の斜面に一本の赤シデの木が生育している。赤シデを含むシデ類は、 雑木林を構成する平凡な樹木である。赤しでは高木に属し樹高が25メートルにも及ぶことがあるが、この木は、著しい歪性を示し、丸い時間はお椀をを被せたような形状である。赤しでは、川の木か熊しで属の木で、春の芽吹きの時期に赤色を呈すためこの名で呼ばれ、別名を、しデの木、ソロソロの木、こそねとも言う。この木は、 通常の赤でとは異なり、太い枝も小枝も根元からよじれて、螺旋状になっていてこんもりとした丸い時間を形作りながらも枝先が地面近くまでしだれた状態になり、樹形はよく整って、春先の新芽の時期や秋の紅葉、冬枯れですっかり葉を落とした姿など、それぞれに見応えがある。この木が高新神社の境内に植えられた経緯については、 山城国から誕生された際に同時に移植されたという伝承と付近の住民が明治時代に山中でしだれ製の赤しでの小木を発見して持ち帰り境内に植えたという二つの説がある。しだれた枝樹齢は推定で700年と言われ、これは山城国からの移植説に基づく。ただし、この説には明確な根拠がない上、赤しでなどのしで類全体では、 このように長寿を保つ個体が見つかっていないため、700年という数値に疑問が持たれた。そのため日の出町の受精回復調査検討委員会は、天然記念物指定前の1939年と71年後の2010年に計測した目通りミキシと直径から肥大成長量と平均年輪幅を計算した。1939年の時点では、 目通りミキシュは1 3 5トル、7 1年後の2010年になると目通りミキシュは1 9 8トルに成長していた。樹木の場合は老齢の木より若い木の方が年輪幅が広いのは通常であるがしだれ赤市での場合は成長速度が遅いことが想定された。またこの木の枯れた大枝の年輪などを調査したところ年輪数は 約150年と推定された。この大枝が分岐する高さまで成長する年数や分岐後に断面まで伸びるために必要な年数を足してみると約180年の樹齢と推測された。以上を勘案して樹精回復調査検討委員会は報告書で樹齢を180年から200年の間であろうと記述している。1939年8月28日 多くの村役場は、史跡名称天然記念物保存法に基づいて、天然記念物指定申請書を、文部省宛てに提出した。その時の申請書では名称を、枝たらそろとし、全国無二の名木、のみならずかつ、枝水、として派巨樹なるをもって、有益なる郷土教育資料たりと新図という文面で、高新神社の宮司と宇治子の総大臣5名の、 計6名が連名で提出していた。この申請に対して1942年8月10日、東京府学務部長名での文書が開布され、官報7月21日文部省国時代543号をもって、文部大臣指定と通知された。この文書には、根元周囲1.74メートル、受講約4.5メートル、赤市での完全なる枝水。 となれるものにして死体さえも優雅なりとの説明文が付されていた。1939年の新生児は樹高約4.5メートル、根元周囲は約1.74メートルあり、根元から約0.9メートルの地点で3つの染み木に分岐して、その直下の周囲は約1.35メートルを測った。枝針は東に、 約2.70メートル、西に約2.00メートル、南に約2.60メートル、北に約2.40メートルあった。1984年発行の日本の天然記念物5植物3では受光5メートル、根回り約1.9メートル、目通りのコブの部分は周囲2.1メートル、その下が約1.7メートル、湾状になった樹間は、 計5メートルと4メートルと記載されていた。1990年12月の調査では、樹高約6メートル、枝張りは約7メートルであった。市中で保護されている1970年当時の写真では、この木の枝は北側を除くすべての方向で地面に達するほどにしだれ、その長さも1メートル以上になっていた。樹勢は旺盛で枯れ枝も見えず、 よく茂ってしだれた葉に隠れて樹幹が見えなくなるほどであった。しかし、1986年の写真記録では、しだれの長さが半減して枯れ枝が目立つようになり、とりわけ北東側と西側で枝の脱落が目立って樹幹に大きく隙間が形成されているなど、樹勢の衰えは明らかになっていた。このため年月から樹木位が継続して、 点検管理を行うことになった。点検の内容は、新枝の伸長量、枝葉の密度、葉の大きさ、彼らの発生、幼虫害の発生の6項目であり、点検時には、スミチオン200倍液を散布した。この点検の結果から、枝葉の密度、枝の身長、葉の色などから、樹勢は全般的にやや不良であるが、ひどく衰退した状況ではないと判断された。 しかし、平成18年度には、枝枯れの規模が拡大し、大枝の古孫の兆候が現れ、平成19年度には、大枝の古紙が確認された。そのため日の出町は、平成20年度天然記念物、緊急調査国庫補助事業の申請を行い、受精水退の原因特定に関する調査と、受精回復対策を取ることになった。樹木医学会館時の掘り体裁を座長とし、 普及菌類分野や樹木病害分野、先行中害分野、遺伝子保存分野の専門家や日の出町の文化財保護、審議会のメンバーを加え、オブザーバーに文化庁文化宝き念仏か文化財調査官などを迎えて、高新神社のしだる明で受精回復調査委員会が立ち上げられた。この委員会の指導のもとに日の出町教育委員会が事業実施を担当した。 検討委員会は2008年4月20日から2011年1月14日まで合計7回開催された。その結果、受精不良の最大の原因は西側に生育していた樹木による日照の不足とされた。2010年2月から3月にかけて日照を阻害していた樹木の伐採と剪定を実施した。この木の周囲には、 車両が侵入するスペースがないため近隣の民家の協力を得て敷地内に25トンのクレーン車を設置し吊るし切りによる作業を行って33本の樹木を伐採し6本の樹木を剪定したこの作業によって日照条件は著しく改善し2010年の枝の伸長量はそれ以前の数年に比べてかなり良くなり樹勢回復の兆しを見せ始めた 病害中状況については、樹木病害分野、先行中調査、不及菌分野で調査が行われた。樹木病害分野では、枝枯れ症状は、病原菌によるものではなく、水分ストレスなどの生理的要因によると、推定されたため、周辺環境改善や土壌改良の実施によって軽減されるものと思われた。土壌についてはなら、 竹病や白モンパ病などの発生は認められなかった。枝枯れ症状の発生や土壌改良の実施の際には専門家の意見を求めることや土壌病害調査実施が助言された。先行中調査ではたくさんのカミキリムシやキクイムシ等が調査用のトラップにかかった。いずれもこの木の活力が弱ったり枯れたりした部分に入り込んだ。 物で受精に決定的な悪影響を与えたものは見つからなかった。3年間続いた調査から、この木が衰弱していたために、多数の先行性昆虫類が集まって生活していたことが明らかになった。周辺で日照を阻害していた樹木の伐採と剪定や白アリ防除目的の殺虫剤散布効果で受精回復傾向にあるものの、 今後の病害中発生が否定できないため、毎年5月から7月までのトラップによるモニタリング調査実施が必要とされた。普及菌分野では、2010年12月26日の土壌調査で普及菌が繁殖している枝が確認された。そのため普及部で枝の切除を実施して調べた結果、普及力が強いアナタケであることが判明した。 あなた家は2008年度に切除を実施した大枝でも繁殖が認められていた。今までの調査によって、この木には頻繁に枯れ枝が発生する傾向が見受けられるため、枯れ枝に腐朽菌が侵入した場合、腐朽の進行が極めて早く、他の大枝や幹にまで危険性が及ぶことが指摘された。赤シデには、ごく稀にしだれ性の個体が生じるといい。 栃木県鹿沼市にある常住院境内や日の出町町内、福佐市などにも類似の形態を見せるしだれ赤しでが少数存在している。ただし、この木の種子をまいても、ほとんどの苗木はしだれ性を示すことがないと言われる。しだれ赤しでを所有する日の出町の頃数人の話を総合すると、これらのしだれ赤しでも未生ではなく継ぎ木であり、 高神神社のしだれ赤しでから採取した種子を多量に、巻いた中から、わずかにあったしだれ性を示す苗木を普通の赤しでに、呼び継ぎという手法で継ぎ木して生育させたものだということであった。さらに最初に継ぎ木に成功した木から、呼び継ぎの手法を用いた継ぎ木を繰り返して、木の数を増やしていったものとの推定がなされた。森林総合研究所材木育種センターでは、 2008年夏に、佐し木、2009年と2010年夏に、継ぎ木の手法を用いて増殖に取り組んだが、いずれも成功しなかった。東京都林業試験場は、1998年9月から翌年8月にかけて、高新神社のしだれ赤市での原木から東画と液画を採取した上で、組織培養に取り組んだが、すべて故死してしまった。 しだれ明かしでの増殖に成功した事例は、高新神社のしだれ明かしでの子孫とみなされる個体を用いて、呼び継ぎによる継ぎ木を行ったものだけである。この理由として、しで類の補儀が極めて補足短期間に衰弱するため、通常の挿し木や継ぎ木の手法では、成功率が低いことが挙げられている。高新神社のしだれ明かしで受精回復調査報告書93ページでは、 原木周囲での代議の植栽が許可されるのであれば、後継樹育成のために、呼び継ぎを試みる価値はあるように思われる。と指摘している。神社名の読み方については、文献やウェブサイトによっては、幸神みを採用しているものも多く見受けられる。ただし、本校では、文化遺産データベース等の記述によった、受精回復調査検討委員会は、 1939年の調査と2010年の計測が同じ位置で行われたという確証がないため若干の誤差があるものとしている。人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。常樹院境内に生育していた個体は常樹院のしだれ明かしでとして1928年1月18日に国の天然記念物となったが、 古史によって1933年12月27日に指定解除されている。その後、後継樹がう、巨樹、巨木日本全国674本の147ページによれば、教育費の出に、北陸地方に、同種の木が一本あったが、今はこの木しか残っていない胸の記述があるという。ABCDEFG 渡辺、142ページ。ABCD、 日本の天然記念物語、46ページ。ABCDE、天然記念物、辞典、121ページ。ABC 更新神社のしだれ明かしで、文化遺産データベース、2013年9月7日、閲覧。ABCDEFG、更新神社のしだれ明かしで受精回復調査報告書、10から13ページ。ABCDEF、 更新神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書14ページ AB 更新神社のしだれ赤かしで天然記念物ポータル東京東京ガイド2013年9月7日閲覧 ABC 更新神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書1ページ AB 更新神社日の出町役場ウェブサイト2013年9月7日閲覧 甲信神社東京都神社庁、ウェブサイト、2013年9月7日閲覧。ABC 長瀬、87から88ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY。甲信神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書。85から93ページ。甲信神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書。 8ページ。甲信神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書、58ページ。ABCDEFG。甲信神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書、86から87ページ。ABCD。甲信神社のしだれ赤かしで受精回復調査報告書、18から32ページ。AB。 更新神社のしだれ赤紙で受精回復調査報告書33ページ。更新神社のしだれ赤紙で受精回復調査報告書3ページ。更新神社のしだれ赤紙で受精回復調査報告書6から7ページ。更新神社のしだれ赤紙で受精回復調査報告書71から74ページ。白文パ病とは言葉ん 2013年9月8日閲覧。史跡名称天然記念物指定目録、256ページ。しだれ明かしで日の出町観光協会、2013年9月8日、閲覧。呼び継ぎ、呼び継ぎ、用語辞典盆栽盆栽出国新聞社ウェブサイト、2013年9月8日、閲覧。高信神社のしだれ明かしで受精回復調査報告書、21ページ。 ありがとうございます。